こんにちは、速稼塾の久保です。今日は久しぶりに、ね、暗号通貨のニュースをお届けしたいんですけども、前回暗号通貨ニュースをお届けした時にビットコインが45万円を超えたら買いで入るというふうなことをね、何度か申し上げましたけども、その時にエントリーした方よかったですね。かなり値段が上がってますよね。やっぱりこのね、今年の不況に合わせてちょっと弱気になった点があったんですけども、結局今は80万円をね大きく超えて、まあまあ大きな含み益を持ってるんじゃないですか。それから最近はビットコインがなんかね1億円とかになるっていう風なね、なんか情報もあって、まあ、それはにわかには信じがたいんですけども、まあ何がしかの時にビットコインっていうのは、まあなんて言いますかね、ある国の信用通貨になって、まあ、換金が行われてるってことなんですよね。で、相変わらず送金にビットコインが使われてるって例も少なくないようですし、まあ、これからますますねビットコインの方は注目かなと思います。プラス ADA もねかなりの注目です。ADA もね、かなりね、踏ん張ってますね。5円前後で今推移してますからね。ということで今回ノックさんからね、非常に珍しいコインの紹介がありました。詳細はこの動画説明欄からノックさんのレポートを見ていただきたいんですけども、なんかね、ノックコインっていうのがあるのと同時に、クボコインっていうのもあるらしいんですよ。まあ、私が発行したわけじゃないんですけどね、まあ冗談でクボコインっていうのはね、300兆円ぐらいで発行しようかなみたいなことを言ってたこともあるんですけども、結局、発行は当然ですけども、やり方もわかんないですね。本気でそんなこと思ってた、ね、たわけじゃないんでやんなかったんですけども、今回はなんとね、クボコイン作った人がいて、取引高もコインマーケットキャップにね、表示されてるわけですよ。いやー、なんかね、面白い世界ですね、やっぱりね。何に使われてるのか、まあ、全くよくわかんないんですけども、この世の中には使われてない通貨っていうのがね、リアル通貨でも結構ありますんで、まあそういうことを考えれば、暗号通貨っていうのはまだまだね、話題を呼びそうなものではあるんではないかなと思います。ただ、ほとんどの暗号通貨はペンペン草も生えない状態で、まあ ICO でね、有名人が売ってたやつは全部、ね、終わっちゃいましたね。結局ね。何だったんでしょうね。まあなんか知らない顔してまだ今ね、またテレビに出てたりとか偉そうなこと言ってる人もいますけども、まあ本当にがっかりですね。じいさんはね、私はちょっとあの人はもう本当にね見る目がなかったです私に、なんかね同じ男としてちょっとこう憧れるところあったんですけども、まあ信用の向こうに嘘があるというね、よくあるパターンでございました。私は購入していないんで、なんか損をねこう打ったことはないんですけども、まあそんなもんだなと思いましたね。はい、ではそれではですね、今回は暗号通貨のことについてちょっとだけお話しさせていただきました。以上でございます。失礼します。